の近くに来たし、シャルロットのとこに行ってみようぜ。あれ、旅人にパイモン。もしかして私が書いた記事を見てくれたの？よく言うぜ。オイラたちをネタに原稿料を稼いだんだろ。それなら心配いらないわ。君たちがこの前ポア村長にいるって聞いて記事の件で手紙を送ったの。けどその様子だとまだ受け取ってないみたいね。安心して、君たちの取り分はちゃんと取ってあるから。それにご馳走も用意してあるの。本当か？やったぜ。シャルロットっていいやつだな。パイモンって賄賂に弱すぎじゃない？私が意地悪な記者だったら損してるわよ。ひひっ、そんなことしないだろ。でも今日はまた急にどうしたの？何か用事かしら。モナからお前の話を聞いて、その仕事ぶりを見たくなってここに来たんだ。君たちもうフォンテーヌで会ったのね。それで私のことを話してたんだ。なんて言ってた？考えたことをそのまま実行する有能な記者だってさ。それはよかったわ。で、その有能な記者は名高い旅人とパイモンに独占インタビューする機会をもらえるのかしら。あれ、今日の新聞に載ってたやつがそうじゃないのか？ううん、あれは写真だけでインタビューは載ってないから。二人には旅での経験や生活の心得とかを詳しく聞かせてほしいの。そうだぞ、そのオイラたちなんかでいいのか？もちろん、私がいいって言ってるんだから十分ってことよ。でも今じゃなくて、あと数日準備をさせてちょうだい。おう、じゃあ時間ができたら話そうぜ。それってオッケーってことで？やったー！早速編集長に報告しなきゃ。あとは照明や場所、セットも抑えないと。この辺で失礼するわ。じゃね、また連絡するから。あ、シャルロット、オイラからも一ついいか？あ、何？もし、もしもの話なんだけど、万が一、明日、フォンテーヌが沈むとしたら、お前は今日何をする？予言で出てくるあれね。よくその話を聞くけど、それがもし明日だったらなんて考えたことなかったわ。もし本気で聞いてるのなら、何かしら方法を考えてフォンテーヌを離れるかも。でもそれ以前に、私は記者であり前線に立つ義務がある。それに故郷のことをそう簡単に見捨てられるわけがない。私の見立てだと、ほとんどの人は実際に危険が訪れるその瞬間まで自分がどう行動するかなんて予測できないと思うの。そういうことを考えるくらいなら、きっと成り行きに任せた方がいいんでしょうね。だから私は多分新聞社で君のインタビューをまとめてるかな。かわいそうだなんて言わないでよ。自分が好きなことをするのが一番なんだから。ほら、考えてもみて。この国は明日滅亡する。それでも私はこの世に一つしかない記事を書いてる。私が書いたものは唯一無二の物語になる。そうでしょ？で、次に何をすべきだと思う？もちろん、一刻も早く記事を書き上げて、印刷してもらって、そして伝書鳩でコピーを世界中に届けてもらうの。私は無双家でも、仕事人間でもない。ただ自分の仕事が好きで、そういう記事を残せることを誇りに思ってるだけ。私って、生まれながらにして記者になる運命だったのかもしれないわね。うん、これがシャルロットの答えよ。それじゃあ仕事に戻るね。いいな、急に羨ましくなってきたぞ。もうちょっと近くで海を見てみようぜ。
潮風に当たりながら海の景色を眺めるのって結構気持ちいいな。もし、もしフォンテーヌだけじゃなくて明日滅ぶのがテイワット全体だったら、オイラたちはその時どこで何をしてるんだろうな。いや、もし何をするか選択できるなら、お前は何がしたい？ずっと前を向いて進んできたから全然こういうのって考えたことなかったよな。あてもなくずっと歩いてずっと旅をしてる。まだ旅をしてるのか？なんだ、それってずっとやってきたことじゃないか。メロピデ要塞よりかはまだマシか。あそこは湿っぽいだけじゃなくてちょっとしょっぱい感じもしたもんな。お二人ともまだここにいらっしゃったのですね。よかったです。え？お前は確かパレメルモニアの。ええ、イサドラです。この間もヌビレット様に頼まれてお二人をお尋ねしましたね。お二人はメロビデ要塞に行っておられたと伺いました。とんでもありません。ヌビレット様のご友人だということは分かっていますよ。今回もヌビレット様からの伝言をお伝えしに来たのです。今朝歌劇場で事件が起こったのです。マレシオセファントムはこれを小規模の暴動であると定めました。暴動？私はそこまでのことではないと思っているのですが、フリーナ様が歌劇場で公演を見ていらっしゃったところ、幕間の休憩時間に観客たちが突然フリーナ様を責め始めたのです。予言の危機に対して何の行動も取らなかったと大声で。するとフリーナ様がまだ答えもしないうちに、他の観客も感情に任せて彼女を責め始めました。応じる人はどんどん増え、歌劇場で水神様に対する弾劾がなされました。フリーナに矛先が向けられ始めたのか。長い間予言のせいで募ってた不安の吐き口をやっと見つけたってところか。ええ、人々は当たり前のように神を頼ります。そして安心感を失った瞬間、彼らが初めに責めるのもまた神なのです。え、あいつ大丈夫だったのか。フリーナ様は手に負えなくなりそうな場の空気から弁解したところで意味はないと思われたのか、興ざめしたとだけ言い残して慌てて歌劇場を去って行かれました。マレショーゼファントムの者たちは秩序維持に忙しく、フリーナ様がどちらに行かれたかには注意を払っていませんでした。ようやく落ち着いた頃にはフリーナ様のお姿はすでになかったのです。それじゃフリーナは消えちゃったってことかよ。はい、マレショーゼファントムが人手を割いてお探ししているのですが、まだ手がかりの報告はありません。でも私は心配ないと思っています。あの方は神様なんですから、たとえボートの手に落ちても人間の力ではどうすることもできないでしょう。はい、ヌビレット様からは状況をお伝えするようにとだけ申し付けられておりまして、他は特に何も。いや、情報ありがとな。これで十分だ。そうですか、わかりました。それでは先にパレメルモニアに戻らせていただきますね。お二人ともお元気で。
違いないぜ。でもオイラたち、フリーナは大げさで大雑把だけど冷たいやつじゃないってことも知ってるだろ。前回ヌビレットがあいつをパレメルモニアまで呼んだ時だってそうだ。ポア村長の災害の状況を聞いたフリーナは悲しみと自責の気持ちを隠しきれてなかった。まして今日は民衆の前で責められたんだから気にしてないはずないと思うぞ。あいつは今きっとこっそりポア村長に行って自責の念を紛らわそうとしてる。その可能性が一番高いぜ。どうだ、オイラ答えをひらめいただけじゃなくて自分の力でここまで分析できたぞ。すごいだろ。ひひ。じゃあこんなところでぐずぐず時間を無駄にしてないでポア村長に向かおうぜ。なんか寂しいとこになっちゃったな。生きてる奴らはとっくに避難したんだろうけど災害に散らかされた跡しか残ってないぞ。フリーナはきっとここにいるよな。早く見つけ出そうぜ。諦めよう。もう無意味だ。見るがいい。ことは起こってしまったし、みんな死んだ。ごめん、本当にすまない。諦めよう、フリーナ。もうやめていい。すまない。でもそれ以外僕に何ができるって言うんだ。誰だ。落ち着けフリーナ、オイラたちだぞ。コホン。異郷より訪れた金髪の旅人か。あのわきまえない乱暴者たちがひざまずいて謝りに来たのかと思ったよ。フリーナ、お前泣いてたんだろ。涙の跡が残ってるぞ。え？泣いてたって？ああ、確かにね。今朝歌劇場でやっていた公演は実に感動的だったんだ。ついさっきまでそれを噛みしめていたのさ。結局あの礼儀知らずの奴らに邪魔されてしまったが、神を非難しようだなんて。だから僕は消えてやることにしたんだ。神がいないと気づけばきっとまるでフライパンの上に乗せられたアリのようにオロオロするはずだ。ヌビレットもマレショーセファントムの奴らも死ぬほど焦っていることだろう。そんなこと、僕は。おい、あそこだ。水神があそこにいるぞ。ついてこい、早く。え？あいつらお前を探しに来たみたいだぞ、フリーナ。そうだろうね。きっと僕に会いたくてもアポが取れない熱狂的なファンかな。こんなのはルール違反だよ。許すわけにはいかない。あ、逃げちゃうのかよフリーナ。早くあいつを追いかけよう。追いつかれる前に早く入れ。え、何？ここって。早く、もう来ちゃうぞ。
って悪くないアイデアだ。君たちの知恵を称えよう。すぐに行く。はあ、疲れた。本当に疲れたよ。捕まるかと思っ、あ、いや、あいつらの情熱に負けるところだった。え、はあ、よしよし、いい子だな。どうしたんだ今の振動、地震か？うんうん、ポア村長の災害の時も似たような地震があったもんな。まさか、また。そう心配するなよ。ヌビレットが緊急対応策を講じたから今回は大丈夫なはずだぞ。うん、そうだといいけど。でもポア村長のみんなはもう。そう、この数百年僕は予言についてずっと調査し続けてきた。僕の情報網はすでに全テイワット大陸に行き渡っている。いろんな方法を試し、フォンテーヌの海面が上昇しないよう守ろうとしていた。しかしどれも役には立たなかった。何年も前に身をもってこの事実を知ったんだ。天理を敵に回してはならない。予言にある情景はいつか必ず起きる。諦める。なんと素晴らしい響きだろう。それはようやく運命を受け入れられることを意味し、解放を意味する。はあ、僕は何度も諦めようとした。特にフォンテーヌがポア村長を失いかけてしまった後はね。運命は本当に理不尽で、規則になど従ってくれない。まだ予言は始まったばかりだというのに、もうあれだけの命を奪ってしまったなんて。でもついさっき分かった。人々の代わりに運命を受け入れる資格なんて僕にはないんだ。最後の瞬間が来るまではまだ遅くない。安心してくれ。僕はみんなのために希望を最後まで残しておくよ。おやおや、その僕はただたまには悲劇的なキャラクターを演じてみたいと思っただけだよ。やっぱり高貴な僕には似合わなかったかな。今言ったことはあまり気にしないでくれたまえ。僕にかかればフォンテーヌが予言ごときに左右されることなどないだろうからね。さっきのがお前の本心だったくせに。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ？あるいは君になら。
僕は、はさあ皆さん、ウォーミングアップはこれでおしまい。ここからは神への審判のお時間です。なるほど、そういうことか。ふむ、ドラマのための努力を褒めてあげよう。でも僕は正義の神フォカロルス、すなわち正義の化身なんだよ。正義そのものを裁こうだなんて荒唐無稽に過ぎるとは思わないかい？その言葉、審判への拒絶と理解して構わないかね。ならば君には決闘によって名誉を守るチャンスが一度だけ与えられる。神と決闘をするつもりか？どうやら君の決意は固いらしい。フリーナが投降した？そんな、水神が人間との決闘で投降するなんて、なんだかちょっと情けなくない？フリーナ様、どういうことですか？ちぃ、いささか誤解があるようだね。両手を上げるサインは必ずしも投降を意味するわけじゃない。どうせまた言い訳じゃないのか？今回僕が手を挙げたのは、決闘などもう必要ない、審判に向き合うと決めたからさ。今までずっと何かを避けてきたことは認めよう。ポア村長の人々を守ってあげられなくて申し訳ない。僕は審判を受けて叱るべきだ。失望したのは君たちだけじゃない、僕も自分自身に失望している。はあ、でも今こそ水神として勇気と決意を見せる時だ。この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。僕が必ず君たちを守ってあげるから。さあ、喜び歓声をあげたまえ。この歌劇場で想像もつかない幻想的な展開があるだろう。フォンテーヌの舞台を色濃く彩る心打つ一幕、神フォカロルスへの審判が間もなく幕を開ける。おお、歴史が動く瞬間を見られそうだわ。またあいつに主導権が戻ったみたいだな。フリーナのやつ、やむを得ず審判を受けさせられるのに。表現はちょっと大げさだったけど、今回のフリーナはきっと本気なんだよな。それで僕の相手は？告発人、前に出たまえ。おお、なるほど、いいだろう。君は告発人であり、見届けるものであり、そして僕の運命の相手でもあるということか。審判が始まる前に一つ聞かせてくれ。僕をここに送り込むために君たちは一体どれほどの準備をしたんだい？それはあの日会議をしてから確か
にずっといろんな準備をしてきたな。私たちスピナディロースらの任務が一番簡単で、さほど大した準備もしなかった。先に言わせて。スピナディロースらのナビア。今朝歌劇場で騒ぎを起こしたのはほとんどスピナディロースらのメンバーだったのよ。彼らは変装して観客として会場に潜り込んだ。そして機を見計らってあんたを避難するよう民衆を扇動したの。予言の危機を前に民衆の神への不満はたまりにたまってた。導火線さえあれば爆発させるには十分だったよ。私たちが知る限り、ああいう状況に直面したあんたはきっと一人で逃げてこっそりポア村長に行くはず。だからそこにも別のものを待機させた。あの時の追ってもスピナディロースらのものだったというわけか。あっちにいたスピナディロースらのメンバーたちの目的はあなたを巨大なマジックボックスに入れること、つまりフォンテーヌ史上最高のマジックショーにお招きすることでした。そう、あれは部屋じゃなくてマジックボックス。このマジックは僕が初めて歌劇場で披露したあの移動マジックの超エクストリーム版です。マジックボックスの体積はなんと数十倍、移動距離はポア村長からエリニス島にまで伸び、そして移動させるターゲットも人から神へ。フリーナ様、ありがとう。あなたのご参加がなければこの不思議なマジックを歴史に残すことはできなかったでしょう。どういたしまして。もちろんこのショーを準備するために僕たちはお父様の援助を得ました。ハウス・オブ・ハースは多くの人員と財力を費やしたのです。場所を選び、巨大なマジックボックスを作り、トンネルを掘り、水路をつなげ、結構忙しくしてたんですよ。ということは、巨大なマジックボックスの中で感じたあの地震も実は部屋が地下を移動していたことに起因するものだったというわけかい。そうだぞ、災害の影響とかじゃなかったんだ。ふん、ならヌビレットとクロリンでの任務は説明してもらうまでもない。ヌビレットは観客を集め舞台を用意し、決闘代理人のクロリンでは決闘の準備をする。舞台に登場した僕をすぐ拒否権なき審判にかけられるように。そうだろ。ああ。ふむ、その勇気をたたえよう、クロリンで。神との決闘を前に一歩も引かないとは。さすが僕の自慢の決闘代理人だ。ありがとうございます。そして旅人、君の任務は僕を見つけ、計画に気づかれないようずっと僕に話しかけて気をそらすことだったんだろ。最後に告発人として僕と対峙するまで。え？そうかい。どうやら僕は最後のチャンスを逃してしまったようだね。まあいい、今更言ってもせんないことだ。拒否権なき審判の幕が上がってしまった以上、場をしらけさせる理由はない。最後までやらない理由もない。原告、ここにこんなものがあります。シャルロットという女性から預かったもので、法廷で原告に渡す許可を得ました。審判を進めるのに役立つとのことです。え、シャルロットがオイラたちに？ってことはあいつも来てるんだ。あ、シャルロット、どれどれ。これってこの前あいつが書いてくれた独占インタビューの記事じゃないか。こんなに早く仕上がったのか。待てよ、この記事ってオイラたちがフォンテーヌについてからのいろんな出来事をまとめたんだよな。もしかしてシャルロットは
この記事は今まで見たり聞いたりしてきたこととか事件とかを手がかりとして法廷に出す手がかりノートみたいなものだって言いたいんじゃないか。まずは中を確認してみようぜ。自分の思い出を整理するつもりでさ。君たちは歌劇場で初めて対決に参加して法廷で水神に勝った。こんなに喜ばしいことはちゃんと記念しなくちゃね。私もずっと追いかけてきたヌ・ファトゥス、ヌビ・ナビ・魔女とかそういう存在の言葉ってきっと何かが起きた時に初めてその本当の意味がわかるんでしょうね。双方席に着いたな。それでは審判を始めよう。煩雑な前置きは省くとしよう。ヌビレット、さっさと罪状を羅列するところまで進めてくれ。僕は裁判にかけられる側、つまり今日の主役でもあるというのに、未だにどんな名目で裁かれるのか分かっていないんだ。先に言っておくが、凡人が神のやり方を理解できないのは仕方のないことだ。だがそれは神に罪を言い渡す理由にはならない。そう、今日の議題は神であるあなたが何をしたか何をしなかったかってことじゃない。審判する理由はあなたが神なんかじゃないから。そうでしょ、フリーナ。待てよ、今何つった？フリーナ様が神じゃないだって？え、水神の職務怠慢を訴えるわけじゃなかったの？にしても今の告発本気？告発を承認する。フリーナ被告、原告の告発内容を認めるか？フリーナ被告。認めない。もちろん認めないさ。僕ファカロルス・フリーナ・ドゥ・フォンテーヌは属性の七神聖の一人。あらゆる水、あらゆる土地、あらゆる民と法律の女王、疑いようもない正真正銘の神だ。そうですよね、確かにフリーナ様は変わった性格ですけど、神じゃないだなんていうのはさすがに。疑ったこともなかったわ。ただやるべき仕事をしてないって文句を言いたかっただけなのに。あの人どうしてあんな告発を？この場にいる皆の目に狂いはないみたいだよ。多くの人々は生まれた瞬間から僕が神であることを常識だと思っているようだ。きっと僕の味方をしてくれるだろう。見るといい、有識も当たり前のように僕の方へと傾いてくれている。勝算のない勝負に本気で挑むというのかい？今告発を撤回するなら僕は正義の神の名において約束しよう。君を武国の罪には問わず、今日ここで起きた全ては皆を喜ばせる茶番だったことにするとね。どうだい？私たちが圧倒的に不利な状況から始まっちゃったわけね。フリーナを任すだけじゃなく、フォンテーヌの民衆の常識まで覆さなくちゃいけないなんて。そうか、勧告は余計だったね。ならば今度は僕が質問する番だ。もし僕が神ではなかったら僕は何者なのだろう。少なくとも500年もの間神倉に座っていたこの僕の命を支えてきたものは何だったというんだい？まず、お前は長命種で寿命がもともと長い種だって可能性がある。そうじゃなくたって他にも寿命を伸ばす方法はあるはずだ。
ち、一体誰にそんなことを吹き込まれたんだい。召使いか。僕に汚名を着せるためにファトゥスの言葉まで借りたというのかい。呪い。神の気配は呪いに似ていると常々思っていたが、今思い返せば神とは関係のない単なる呪いの気配だったのか。やっぱりルビレットも気づいてたのか。フリーナ様がただの人間。人と神、確かに見た目だけでは分かりませんからね。そういう可能性もあるでしょう。まだ喜ぶには早いよ。たとえ僕が呪われた身だとしても、だからといって必ずしも人間だということにはならないだろう。それに人と神の最大の差は権能にある。神は人間にはできないことができる。だから神と呼ばれているのさ。このフォンテーヌの地には数百年の間に僕が成し遂げた神の技が数多く存在している。例えば今君たちが目にしているこのユシサイテイカーディナルや、皆の日常生活に欠かせない立証混合エネルギーだ。でもタルタリアが理由もなく有罪って判決を出されちゃったことについては、お前だって詳しく理解してないんだろ。本当にユシキの主なんだったら今になってもまともな理由を出せないなんておかしいだろ。そのことについてはすでに明確な答えを出したはずだ。神の決断というのはもともと凡人が理解できるようなものなどではなく、まして説明する必要もない。待ちたまえ、フリーナ被告。君が置かれているこの状況を今一度理解していただきたい。法廷では審判そのものが全てのものよりも優先されなければならない。神である前に君は本日の被告人なのだ。審判の規則に従い、己の把握する情報を正しく述べることができないのであれば、状況は君にとって非常に不利なものとなる可能性が高い。そんな口実を使うなんて。口実などではない、フリーナ被告。これはあらゆるものが尊重すべき法廷の規則だ。つまりタルタリアが有罪判決を受けた理由も、さらにユシ最低カーディナルの構造と原理すら実際お前は分かってないってことだな。お前が言ってた神の技だって実は本当の水神が成し遂げたことなんじゃないのか。本当の水神？そんなものいるわけがないだろう。僕は確かに孔子の件の理由を詳しくは把握していない。孔子の有罪判決はユシキが一方的に下したものさ。あれは生み出されて以来ずっと独立して機能し続けてきたんだから。神の造物に欠陥があったからといって神までもまがいものだと言うなんて不合理にも程がある。まだ奇弁を言うのかよ。ユシキはフリーナのものじゃないって証拠をオイラたちが出せないって確信してるみたいだな。神の力だって？観客席に一般民衆がこれほどいる中で神の力なんてものをむやみに使えるわけ？必要ならば私が観客席に結界を張ろう。そこまでする必要が？僕はその水神のくせに神の力どころか水元素力すら操れないのかよ。あ、立証混合エネルギーだ。そう、立証混合エネルギーのせいだ。神の力は信仰に由来するが、フォンテーヌの民たちの正義に対する信仰は全て僕が立証混合エネルギーに転換しているんだ。皆の暮らしにエネルギーを提供するため僕は神の力を全て法的したんだ。さあ、僕よりも無視なる神など一体どこにいると言うんだい。
それはさすがに強引すぎない？そうだよ、どれほど民思いだとしても力が全部なくなるわけがないだろう。力を全く持たない神なんて果たして本当に神と呼べるのか。フリーナの説明じゃ民衆たちは認めてくれないみたいだぜ。そんな、みんなそんな疑いの目で僕を見ないでくれ。僕のことが好きだっただろう。僕は変わらずあのフリーナのままだよ。君たちは僕の味方になってくれるはずだよね。僕の味方に。この告発が本当だとしたら確かに重大な事件だ。私たちだけじゃないよ。私の親や死んだおじいちゃん、それよりもっともっと昔の人たちまでが全員フリーナ様に騙されてきたってことでしょ。やめてくれ、もううんざりだ。ならば言ってみるがいい。僕が神でないとすれば、本物の水神はどこにいる？本物の水神が存在する証拠もなく、僕以外に水神だと名乗り出る者もいない以上、僕じゃなければ誰が水神だと言うんだい？こんな理屈があるなんて、どう反論すればいいんだ。フリーナのやつ本当に諦めが悪いな。原始大海の水に溶けちゃうっていうのはもうみんなの常識だよな。あ、まさか。あくまで自分は人じゃなくて神だって言い張るんなら、少なくともあんたがフォンテーヌ人じゃないって証明できる方法が一つあるよ。ヒコ、法廷での発言は申請をしてからにしたまえ。たとえ旅人の相棒でも臨時代理人としての資格が不可欠だ。悪いね、審判官様。あんたの規則を破るのもこれで最後だって約束するからさ。実はポア村長から海水を少し持ってきたんだ。ポア村長で起きたあの災害のことはみんなも知ってると思う。たくさんの人がこの海水に溶けていってしまった。私の一番の親友たちもね。さてフリーナ様、ポア村長のこの海水に触れる勇気はあるかしら。理屈から言えば神であるあんたはこんな海水に触れたところで何の影響も受けないはず。それどころか身分を証明できる何よりの証拠を手に入れられるってわけ。逆に試す勇気もないならあんたの嘘は破綻するでしょ。ただ一つだけ忠告するよ、これ以上人が海水に溶けるのなんかもう誰も見たくない。だから無謀な動きだけはやめなさい。自分の罪を認めた方がずっと楽だと思うよ。スピナディロースラのナビア、スピナディロースラはポア村長をずっと管理してきたんだから、彼女なら確かにその資格はあるかも。もしもフリーナ様が人間ならフォンテーヌ人の可能性が極めて高い。このまま罪を認めるのか。フリーナ被告、これはあくまで原告側の一方的な主張であり、通常の審判におけるプロセスには含まれない。断る権利は君にある。審判官様がそうおっしゃったところで、この実験を断れば自分は神じゃないって認めたも同然だろう。海水をじっと見つめるばかりで一言も発せられないとは、本当に怖がっていらっしゃるのだろうな。ならばやはりこの方は。どういうこと？
フリーナってもしかして本当にこんな展開になるなんて想像してなかった。この思考の危険性を踏まえれば、フリーナ被告、従う必要など。うわぁ！ちょっと！僕は大丈夫だ。ほら、見てくれ！僕の手は無事だ！僕は解けなかったぞ！これで信じてもらえただろう。僕は正真正銘神なんだ。海水に溶ける普通の人間なんかじゃない。本当だ。シグウィン殿は、至急シグウィン殿を呼んでくれ。シグウィン。ほら、緊張しないで、すぐ終わるから。どれどれ、見せてちょうだいね。うん。もう大丈夫だよ。シグウィン、検査結果を聞かせてもらおう。ご覧の通り、フリーナさんの皮膚の状態と息切れの症状から判断すると、彼女は原始大海の水による影響を受けてると思うのよ。同濃度の大海の水に接触した普通の人間と一緒くらいね。感謝する、シグウィン殿。さて、フリーナ被告も元の位置に戻ってくれたまえ。どういうことだ、今なんて言った。僕は大海の水に溶けなかったぞ。これでも証明にならないと。最初は確かにボア村長近くの海水をそのまま使おうとした。なぜならあんたはきっと今までのように逃げる選択をするってみんな予測してたからね。でもみんなで話し合った結果、やっぱり低濃度の人間を直接溶かすことはできない水に置き換えることにしたの。だって万が一予想外の状況があったらって考えたら、人が大海の水に溶ける光景なんてもう誰も見たくないもの。だから低濃度の海水を使って看護師長にも検査してもらえるようにしたんだな。その方向で決めておいてくれてよかったぜ。じゃないとフリーナのやつ今頃きっと。そんな、まさか。聞いて、ねえ聞いてよ。これ以上そんな冷たい目で僕を見ないで。今のはなしだ。神であれば原始大海の水の影響を受けないなんて君たちにだって証明できないことだろ。それにだ、もし僕が本当にただの人間だとしたら、あの海水に手を差し込む勇気なんかあるわけないじゃないか。僕の話を聞いてくれ、頼むから聞いてくれよ。僕は本当に神なんだ。はあ、これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。この状況じゃフリーナが何を言っても無駄だよな。どうやら結論は出たようだ。異議がなければ判決に入る。誰も耳は傾けないでしょうね。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。最高審判官の名において判決を下す。フリーナは人でありながら神を装い民衆を欺いた。
有罪だ。では、由子裁定カーディナルに最終判決を下してもらう。由子裁定カーディナルの審判結果によると、判決は、ユスキによる判決も同じく有罪だ。だったらいいじゃないか。ただその内容はこうだ。水神有罪、死刑。死刑だって？死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばかり。史上唯一の死刑判決が私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて、これ以上ドラマチックなことがあるか。ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて。審判でちょっとびっくりさせてから真相を聞き出そうとしただけだったのに、なんでいきなり死刑判決なんて出るんだよ。この判決は確かに妙だ。今までのフォンテーヌの正義に対する定義や審判の基準から考えれば、彼女の罪は果たして死刑レベルに達するものだろうか。そうだぞ、連続少女失踪事件の黒幕だった馬車にさえ死刑の判決は出なかったんだ。いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判のテーマはフリーなどのが水神ではないことを証明することだった。ユシキはあえて水神という呼び名で判決を下していたが、これは一体何を意味しているのだろうか。そのごめん邪魔して悪いけど。審判の進捗はどうかな。フレミネ、やっと来てくれたか。任務を見事クリアしたみたいだね。うん、お父様の任務は最優先事項だから。これって予言の石板か？まさかこれが失われた一つ目の予言の石板なのか？召使いが裏でフレミネに石板を探させてたんだな。あちこちずっと探してようやく海底で見つけたんだ。危険な水域を避けるのにもだいぶ時間がかかって。あれ、ちょっと待って、あなたたちの方の審判はもう終わっちゃったの？じゃあ僕は遅かったってこと？いけない、お父様を失望させちゃう。ご苦労だったフレミネ殿。石板を見せてもらえるかな。うん。旅人、君も他の石板を目にしたことがあるだろう。一緒に確認してみてくれ。ん？これって何が書かれてるんだ？なるほど、これで私も水神の罪について把握できたと思う。フォンテーヌの失われた歴史に関わってくることだ。あれ、水神の罪って民衆を騙して、いや違う、それはフリーナの罪だもんな。あいつが水神じゃないってことはすでにオイラたちが証明したし、
つまりお前の言う水神って、まさかフォンテーヌの本当の水神のことか？実際この4つの石板に書かれている内容は、君たちがフォンテーヌに来てから経験したことと多かれ少なかれ関係があるはずだ。今の君にどこまで理解できるかはわからないが。そうだな。他の石板には何が書いてあったんだっけ？オイラも一緒に思い出すぜ。お前が言ってた通り、昔の水神が神の力を使って純粋精霊を人に変えてる場面っぽいな。つまりフォンテーヌ人はもともと純粋精霊だったってことか？びっくりだよな。もしかしてその力って逆方向にも働いたりするのかな。二つ目の石板だ。空に浮かぶ天空の島に向かって水神と民がひざまずいてるみたいだけど、それでも結局天空の島は彼らに罰を下したみたいだな。これは水神とフォンテーヌの民が原罪を与えられた時のことだろうな。ってことは原罪とさっき言ってた水神の罪って同じものなのかな。三つ目の石板だ。水神が海に沈んで、その周りをたくさんの人たちが囲んでるな。海に沈むって言えば、オイラたちは目の前で人が海に沈むのを見たんだよな。4つ目の石板だぞ。フォンテーヌの奴らがみんな噂してるあの予言だな。人々が海に溶け、水神がカムクラで泣いてるとかって予言だ。そんな世界の終わりみたいな厄災が本当に起こるのかって、最初はオイラたちも半信半疑だったけど、あの一件以来それが現実になるのは時間の問題だろうなって気づいたんだ。連続少女失踪事件の真相から、フォンテーヌ人は原始大海の水に溶けることが分かった。でも一つ目の石板に描かれた絵を見る限り、その昔水神の神の力によって純粋精霊は人間となった。フォンテーヌ人が溶ける理由はそれなのかも。目の前の出来事は今までの歴史上でも起こったことがあることなのかも。ヌビレットが言ってた水神の本当の罪、そして石板の絵にある天空の島が水神とフォンテーヌ人に下した原罪。海に落ちるなんて簡単な話じゃない。ナビアが海に落ちた後、意識の中では審判が行われてた。石板の絵では海の中にいる水神を人々が囲ってた。
それも似たような出来事を象徴してるのかな。石板に書かれた予言はとっくに巷に広まってるけど、当初は信じる人も少なかった。メロピデ要塞の大海が噴出したこととフォンテーヌ人が大海の水に溶けるっていう事実、予言が実現する可能性はかなり高まってきてる。もしあの時すぐに対処してなかったらどうなってたか想像もつかない。人は原始大海の水で溶けるけど、その後は消えるわけじゃなくて、大海の流れによって集まって純粋精霊に戻る。法廷では水神に死刑の判決が下されてみんな驚いたよな。もうやっぱり水神の罪はフォンテーヌの原罪なのか。ナビアのやつは遺跡で足を踏み外して海に落ちた時、危うく溶けるところだったんだ。ナビアは意識の中の法廷でポア村長の人たちに囲まれて、あそこに引き止めるための裁判にかけられちゃってたんだよな。メロピデ要塞の原始大海噴出災害は予言が間もなく本当になるってことの一番わかりやすい証拠だった。やっぱりきっと近いうちに現実になっちゃうんだろうな。予言の石板に書かれてることは最近起きた一連のことでもう証明されちゃってるぞ。いろいろ結びつけて推理したらいろんな真相がわかるかもな。なるほどな。お前の言いたいことは分かったぜ。そういう風に解釈するんだな。もしそれが正しいならオイラたちはとんでもない結論を出してしまいそうだぜ。言ってみるといい。お兄ちゃん、あっちはなんだかとんでもない話になってるみたい。僕たちが本当の人間じゃない。全てのフォンテーヌ人はかつての水神が純粋精霊を元に作ったものなんだ。その証拠にフォンテーヌ人だけが原始大海に溶けちゃうだろう。それに失踪した少女たちも純粋精霊の姿になってた。そうだ、それにナビアも言ってたぜ。溶けちゃいそうな時に夢、つまりあいつの意識の中で行われてた審判ではみんなが純粋精霊になってたって。ああ、そうだな。一つ目の石板の延長線ってことから考えると、きっとまさに勝手に人間を作ったってことが天空の島の怒りに触れたんだ。ってことは有識の水神に対する有罪判決も水神がフォンテーヌ人を創造した罪を指してるのかもな。水神の本当の罪は私たちを作ったこと。そして本日の歌劇場ではフォンテーヌ人が水神を審判しようとしている。歴史こそ最もドラマチックなものなのかもしれないな。うんうん、この絵はナビアが海に落ちた時の状況と結構似てるしな。多分だけど4つ目の石板にある予言が起こった後に水神も海に沈んでいったって様子を描いてるんじゃないか。人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。
そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。オイラちゃんと暗記できてるよな。なかなかの推理力だ。現時点で把握できている情報からそれほどまでの推測を立てられるとは実に見事だ。しかしこれらの石板には肉眼で見える情報以外にもとあるエネルギーによって刻まれている隠し情報がある。遺跡でもその情報を読み取れるかどうか試してみたのだが、一つ目の石板が欠けていたせいで完全な情報を解読することはできなかった。全ての石板が揃った今、もう一度読み取ってみることとしよう。うまくいけば直に真相は明らかになるだろう。どうだった？この真相はフォンテーヌの民にも知る権利があるだろう。私から説明させてもらう。フォンテーヌ人の起源と水神の罪について君の推理は全く正しい。全てはフォンテーヌのかつての水神が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。人間になることが純粋精霊たちの願望だったのだ。しかし水は生命と深く関係しているとはいえ、属性の七姿勢としての水神は人を想像できるほどの権能などは持っていなかった。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って原始大海の水を体内に包み込み、疑似的人類を作り出したのだ。そんなフォンテーヌ人が再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。つまり形態は溶解して純粋精霊の姿に戻る。無論水神の人を創造するという行為は天理からの許可を得たものではなく、故に水神やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源だ。あなたも私も私たちは全員純粋精霊からできた人間ってこと？情報量が多すぎる。審判官様の話は一旦忘れよう。そういうことなら水神に死刑判決が下されちゃいかんだろう。あの方は俺たちの創造主なんだぞ。確かにフォンテーヌ人にとっては衝撃的すぎる話だよな。でもいろんな疑問に対する答えも出たな。三つ目の石板への推測に関しては正しくなかった。順番間違いなどではなかったからな。肝心なのは石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり純粋精霊ではないというところだ。人々は妖怪していない。つまり絵にある水は原始大海の水ではない。正義と審判の国であるこのフォンテーヌは同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナリア殿の経験も含めて考えよう。海に落ちた時、意識の中でナリア殿は人々に囲まれとある審判にかけられていた。つまり三つ目の石板に書かれていたものは人々が法廷で水神の罪を審判する場面だ。そう、まさに今この瞬間に起きていることだな。あんたたちの言いたいことは分かった。予言通りのことが起きるのを避けるためにこの審判を計画したはずなのに、私たちは実際一歩ずつ予言通りに進み続けて自らそれを実現しようとしてるってことね。
予言は必ず現実となる。これが運命から逃げられない感覚か。そういうことなら4つ目の石板にあることももうすぐ実現しちゃうんじゃないのか。旅人、君の推理には実はもう一つ小さな誤りがあった。4つ目の石板に関して、君はメロピレ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。だが私は、あの噴出は証明などではなく、ほんの兆しに過ぎないと考えている。災いを導く本当の根源を、君はもう目にしたことがあるはずだ。今回の噴出災害はかすかな兆候に過ぎない。災難をもたらした元凶を探さねば。夢でありまた現実でもある。元凶の可能性があるやつなんて大会の中のあいつ以外にいないだろう。真相、現在、審判、それから災いの根源。やっとヤツと顔を合わせることができたな。ヤツがここに現れた理由なら十分承知している。あのクジラはテイワットに属さない。涙を流しながら星々を往来する化け物だ。ヤツはこの星の大海エネルギーを貪り飲み込んでどんどん大きくなっている。これが海面上昇の主な原因だ。だが大海のエネルギーもやがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ。水神がフォンテーヌ人を創造した時、その血管に原始大海の水を封じたと。うむ。フォンテーヌ人の血液はあのクジラにとって大きな魅力を放つものなわけだ。だから奴が大海を離れた後は大勢の民衆が集まる過激場がおのずと最優先の目標になった。さっきのってあいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復したらまた陸地に上がってフォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの。ああ、むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。
今になってようやくその姿を現したのも、あのファデュイの執行官のおかげだろう。疲れ具合から見るに、クジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。戦闘橋のタルタリアがあのクジラと腐れ縁があったことが、まさかこんな時に役に立つなんてな。そういや、クジラこそが予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。なんとかしてあいつを倒せたら予言の実現を止められるんじゃないのか。もう間に合わない。私の知らない間に奴はこの星の大海の力をあまりに多く吸収してしまった。もはや星の大海そのものと一体化してしまいそうなところまで来ている。おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなお、あのクジラは生き続け、他の世界を泳ぐことだろう。私は認めないよ。やれることは全部やった。元凶まで目の前に現れたのに、そんな時にこの相手にはそもそも勝てっこないだなんて、ずるすぎるでしょ。盛大な開演にこういうフィナーレはふさわしくないと思うな。何があっても最後まで戦う覚悟だ。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。予言は当たるは必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。おそらく死刑執行の時間だろう。君は すまない。その驚愕の表情すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君はフリーナではないな。一体何者だ。ああ、そんなに驚いてくれるってことは、つまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう。僕こそ魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた。ああ、
無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしているのは天理さ。天理を欺く、あの予言のことだよ。面倒だろ。全ての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託した時、僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に俗世の七姿勢である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。天理を敵に回してはならないと。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だってそう思うだろ。僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃に、ようやく僕はその唯一の答えを見つけ出した。天理を欺くことのみが、予言が起こると同時にみんなを救える方法だとね。うん、僕って本当に天才。これもまさにエゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば彼女はこの国を救う任務も水神としての責務も、人を創造したことの原罪も、何もかも一気に僕に押し付けたんだね。あ、でもまあしょうがないさ。なんと言ったって僕もかつては彼女の眷属、あまたの純粋精霊の一人だったんだからね。つまり君もかつてエゲリアによって人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることはずっと僕の夢だった。今だって何の変わりもないさ。僕からすれば人間の存在そのものが美しい歌劇のようなもの。神になってから僕は作られたばかりの人の自分だけを残して、己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのはその神格さ。それに対して人間の僕を、僕はフリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は人間しか持たない長所、その短所も人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナはまさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は本当の人間と全く一緒で、それこそ僕の理想の自分だったからね。その後僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成させるためにね。覚えているだろう、予言の最後のあのシーン。水神は自らの鎌倉において一人ぼっちで涙を流す。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ。君の法廷がなぜエピクレシス歌劇場という名前なのかを。だが、あのフリーナは所詮人間のはず。好きの命があったとしても、精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとって、これはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば僕はちゃんと僕に謝らないとね。この500年は彼女にとってはこの上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う歌劇だった。
舞台に上がっていいと言った？神フォカロルスとして僕に対する崇拝は理解しよう。だが規則を破ってはならないんだぞ。よかろう。君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ下がりたまえ。僕の演劇を邪魔してはいけない。ふん、とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。みんな、これはちょっとした舞台アクシデントだ。心配せずとも守衛が対処してくれるさ。剣女万弱。トークを称え。静粛に。諦め。神戸を垂れろ。見ているんだぞ。守衛、守衛はどこだ。じゃじゃーん。静粛に。フリーナ、フリーナ。え、誰？僕を呼ぶのは誰だい？どこにいるんだ？焦らないで、怖がらないで。僕は君の目の前にいるよ。ちょっと待って、どういうことだい？君は鏡の中の僕？うん、その呼び方も悪くないね。では、これから僕は鏡の中の君だ。鏡の中の僕。君は僕に何か用？予言のことを聞いた。予言？あ、待って、僕は知ってるみたいだ。なぜかはわからないけど、それは僕の頭の中に存在しているかのようで、人々は皆海の中に溶け、
水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。そう、その通りだよ。よくわかってるじゃないか。どういうことだ。僕の記憶は何もかも曖昧なのに、唯一この予言のことだけははっきりと覚えている。予言の内容は本当に起きることなのか。そうだよ。これも僕が君を探しに来た理由だ。フォンテーヌの災いはいずれ訪れる。全てが予言通りになってしまう。逃げたって無駄だよ。それってすごく大変なことなんじゃないか。みんな死ぬのか。フォンテーヌ人として僕も溶けてしまうのか。心配しないで。この世に奇遇なんてものが存在しているのは、まさに人々に天気をもたらすためなのさ。君が今日僕に出会えたことだってまさにそうだよ。みんなを救う方法は僕が教えてあげる。ただその代わり、君はいくつもの苦難を乗り越える必要があるんだ。なんだ、救える望みがまだあるのか。本当にびっくりしたよ。君があんなに怖そうに言うからだよ。苦痛については僕の頭に最初に浮かんだのは、確かになぜ僕がそんな苦痛を味わわないといけないのかってことだったけど、どうせ予言が本当に実現してしまったら僕も死ぬんだろ。それに奇遇はこうして僕を訪れたわけだ。こういう天秤があると考えよう。片方は全てのフォンテーヌ人の命で、もう片方は僕自身の苦痛。天秤がどっちに傾くかなんて考える必要もないだろ。やっぱり君は最も完璧な人間だ。僕の理想だよ。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ほう？いや、なんでもない。いいかい、フォンテーヌは今水神を失ったばかりだ。君には新しい水神を演じてもらう。神を演じる？ああ、ずっとずっと演じ続けるんだ。誰にも疑われてはならない。もし君にそれができたなら、僕には予言に抗う術がある。けど万が一君の身分がバレてしまうと、最後の希望もそのまま消えてしまうだろう。でもそんなのどうやればいいって言うんだ。人の身分で神を演じて全くバレずにいるなんて。安心して、君のやるべきことは自分を本当の神の姿にすることじゃない。ただ人間が想像するような神の姿になればいいだけさ。君も人間だから、それがどのような姿かについてはよく知っているはずだ。覚えておくんだぞ。これから君が直面するのは、神聖をどう模索するかということじゃなく、人生にどう抗うかということなんだ。まだ完全に理解できてないけど、僕頑張ってみるよ。それで僕はいつまで水神を演じ続けないといけないんだい。この任務をこなすために君は長い年月を歩むことになるかもしれない。終わりの日が訪れるまで君が年を取ることはない。しかし僕は約束しよう。ある盛大な歌劇のような審判によって一切に終止符が打たれ、全ての人々は救われる。審判か。それは楽しみだね。すごくワクワクするよ。
でに数立帝は僕が水神を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。正直全然わからないけど、とりあえず自然な感じで演じてみよう。古本、紳士淑女のみんな、ようこそ今宵のエピクレシス歌劇場へ。僕が水神を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、この僕フリーナ・ドゥ・フォンテーヌが君たちの新たな水神だ。一国家の新たな神になる。これまでそういった経験はなかったけど、みんなを導けることを光栄に思うよ。魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、僕はできる限り力を尽くしてみんなに公平で公正な時代をもたらしたいと思っている。改めてここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバイスなどがあれば数立帝に提出してくれ。フォンテーヌの未来を築くにはみんなの協力が必要なんだ。これでいいかな。噛むかと思ったけど、無事思っていた通りに話せてよかった。次は、これが新しい水神？水立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よりも上位なんだから神様ってもっと威圧感があるのかと思ってたわ。おい、聞いたか？最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれじゃ一般人とどう違うんだ。もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの？数立帝が手配した操り人形だったりして。な、どういうことだい。どうしてみんな僕を疑うんだ。まずいぞ。もしバレたらみんなを予言から救えなくなる。そうだ、鏡の中の僕が言ってた、人間が思う神を演じればいいって。冷静になるんだフリーナ。人々が求める神、人々が思う神が一体どんなものかちゃんと考えろ。威圧感、存在感、全ての疑念を払拭してくれるようなイメージ、僕はそれを演じなきゃならない。悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日、弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、天津さえ歌劇場の主であると主張したとして、それでもフォンテーヌの民は従うのかと。しかしどうやら諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。君たちにはこの歌劇場で僕と一緒に美しき審判を見届ける資格がある。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと思ったのだが、どうだい。ここより改めて自己紹介をしよう。なるほど、さっきのは演技だったのか。道理でここが歌劇場だってことをうっかり忘れてたよ。新しい神様がこんなに個性的な方だなんて、かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりはいいかな。魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやり直そう。さて、我が愛しの民よ。僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆正義への熱意を持ち続けてくれたまえ。この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。罪の中に咲く正義こそ最も
もかぐわしい香りを放つのだから。正義の神の手にある天秤は決して堅苦しいものであってはならない。一方に公平と公正を乗せ、もう一方は歓声と喝采で満たすべきなのだ。法を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあ、フォンテーヌの未来のために杯の酒を飲み干そう。我が民よ、君たちが心から正義を信奉する限り、この世に審判で解決できる問題などない。このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ裁定カーディナルの前でならば、僕、魔人フォカロルスはこの世の神々さえも審判してみせよう。おフリーナ様、こちら本日審議される事件の報告書とその後の処理結果でございます。お目通しくださいませ。はあ、僕はいつも審判の場にいるじゃないか。そういう細かいことはヌビレットに任せるといい。それにどれも僕の期待している審判じゃない。そのご期待の審判とはどのようなものなのですか？盛大で劇のような、全てを終わらせる美しい審判さ。はあ、言ったところで君にはわからないだろう。はい、及ばずながらそのようなお考えを察する力はなく。別に恐縮する必要はないさ。僕の言ったことは気にせず職務に戻るといい。僕が期待する審判はいつか必ずやってくるんだからね。フリーナ様、光栄です。謁見をお認めくださるなんて、なんとお礼申し上げればいいか。礼なんて必要ないさ。どうしてもというなら、僕に会えるまで気長に待った君自身の根性に感謝するといい。どうやら神としての僕が放つ魅力は時に皆を困らせてしまうらしいね。さて、ディオデーレだったね。息子さんの病気はどうだい？あ、覚えてくださっていたなんて。それに私の家のことまで。息子はだいぶ良くなってきています。実を言うと、うちの子は私以上に忠実なあなた様の信徒で、謁見は息子が強く勧めてきたことなんです。フリーナ様が何をおっしゃったか後で教えてくれと、そう言って聞かなくて。いいね、悪くない。今後はそういうことがあれば事前に言うといい。たまには気分転換として特別に民の家を回るというのも悪くない。あなたは本当にお優しく英明な神様であらせられます。息子の代わりに改めてお礼を申し上げます。フリーナ様、こちらが近頃の水門解析に関するご報告です。重点的に注目するようお命じになっていたパラメータについてですが、未だに楽観視できない値です。やはりか。こうなることは神としてとっくに知っていたさ。ただ人間の知恵でどれほどの分析ができるものか確かめてみたかったんだ。予言にあることは必ず起こる。あらゆる予兆がそれを示している。まあいい、今の君たちが心配するようなことではないよ。そのフォンテーヌ科学院が
水面の上昇に対抗する方法を研究しているとの情報が入っております。本当かい？何か成果は？いえ、未だに実行可能な解決策はないようです。コホン、そうか、神の領域に触れることだ。無理もない。とはいえ、彼らのその精神は称賛に値する。やっと一日が終わったか。水神を演じるのってひとときも気を緩められないな。でも幸い、だんだん軌道に乗ってきてる。疑いの声はもうない。これでいいのかもしれない。このまま行けばみんな助かる。はぁ、もう考えるな。明日もこれは続くんだ。早く休もう。フリーナ様、こちら新たな事件の審判とその後の処理に関するご報告でございます。いいよ、もう見たから。その場で見たものをもう一度説明する必要はないって言ってるだろ。フリーナ様、やっとお会いできました。この機会をどれほどお待ち申し上げたか。ああ、我が忠実なる民よ、今ここにある幸福は君と僕に属する栄光だ。フリーナ様、ポア村長の付近で明らかに異常な水門現象を観測しました。うむ、引き続き観測を続けてくれたまえ。科学院の方についても動きがあったら知らせるんだ。ふう、今日は何もボロは出さなかったはずだ。民が一番安心できる姿を見せないと。でもこんな日々はいつになったら終わるんだろう。精神的疲労がひどい。今日もさっさと休もできるなんて。本当に夢みたい。我々の一族で初めてこのような栄光を授かったものをたどると20代ほども前のディオデール夫人まで遡るそうです。それはいい、優秀な一族じゃないか。君のように敬虔な信徒、もとい敬虔な信徒の子孫に会えるのは僕にとっても最高に嬉しいことさ。そんな、恐れ入ります、フリーナ様。あれ、フリーナ様？ん？どうしたんだい？我が忠実なる民よ。泣いておられるのですか？あれ？なんということだろう。気づかなかったよ。もしかすると僕の中の水元素が満ち溢れてしまったせいかもね。まあ、僕は水元素を司る神だから、これも仕方ない。なるほど、神であるフリーナ様のお力の現れだったのですね。それを直に拝見できるなんて、身に余る光栄です。終わりが見えない。すごく寂しい。一体いつまで耐えればいいんだ。もう何百年も経ったはずだ。もしかしてまだ何百年もこの劇を演じないといけないのか。
この家庭がこんなにも苦しいものだなんて思いもしなかった。もう限界に達しているのだろうか。いや、限界なんかとっくの昔に来ていたんだろう。今日なんて涙を流している自覚さえなかった。誰かに打ち明けたい。たとえ一人だけでもいい。でもそれじゃ全部無駄になってしまう。何百年もの間いろんな調査をした。だけど予言を突破できる希望は何も見つからなかった。もはや信じることしかできない。水神を演じ続けることだけがフォンテーヌを救う唯一の方法なんだと。頼む、お願いだから絶対に成功してくれ。鏡の中の僕。フリーナ、一人で無理する必要はないかもしれない。他に何を知ってるのかはわからないけど、あなたの民は喜んでその荷を分かち合ってくれるはず。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。分かち合う必要がないとしても、せめて誰かに相談することはできるはず。私は見届けるもの。私に相談してくれればいい。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ？あるいは君に。なら旅人の言う通りだ。彼女になら打ち明けてもいいんじゃないか。でももし全てが予想通りにいかなかったら、リスクを背負うのはフォンテーヌの民全員なんだぞ。ダメだフリーナ、利己的になるな。でももし本当に平気だったら、フリーナ、君はもうこんなに頑張ってきたんだから、ちょっとくらい自分勝手になってもいいよね。別にそんなにひどいことをするわけじゃない。ただ単にふさわしい人に自分の悩みと苦痛を少し伝えるだけだ。大丈夫だよね。この機会を逃したらもう二度とないかもしれないよ。いや、ちゃんと、もう少しちゃんと考えよう。別に何も言うことはないよ。僕は神、フリーナだ。全てはうまくいく。君は観客として終幕までをしかと見届けるといい。つまりフリーナでさえ真実は知らないと。計画の全貌を彼女には言っていないのか。ああ、天理を騙すにはまず己を騙さなくちゃ。彼女は
本当に大したものだった。この500年、彼女の意志が少しでも揺らいでいたら、フォンテーヌは最悪の結末をたどっていただろうね。人間を信じる。やっぱり正しい選択だった。君がいかにして天理を欺いたかは分かった。だがこれは真実の半分程度に過ぎないのだろう。重要なのは、この状況でどうやって予言からフォンテーヌ人を救うかだ。うん、さすがフォンテーヌの最高審判官だ。実に明快なロジックだね。君もとうに気づいているはずだろう。ユシ最低カーディナルがそんなに単純なものじゃないってことに。確かに私はユシキに自我が存在することを疑っていた。リネ君もあれのコアがある部屋から人の声を聞いたことがあるらしい。今にして思えば、君が自分の意識をユシキに隠していたのだ。そうだな。うんうん、外から見ればそうだよ。僕はフォンテーヌの神の心を持ったままユシキと一つになったんだ。でも君のユシキに対する理解はまだちょっと浅いかもね。実を言うと、ユシキは正義を執行するための機械なんかじゃないんだよ。その本当の役目は正義の神を殺すことさ。なんだと？ああ、いやいや、正確には正義の神を鎌倉もろとも破壊する機械と言った方が正しいかな。僕は何もフリーナが苦しんでいるのを見て、ただのうのうと楽しんでるだけの輩じゃないんだよ。この500年、僕の役目はユシキに立証混合エネルギーを蓄積し続けることだった。もう気づいている人もいるみたいだけど、ユシキが生み出すエネルギーの中でフォンテーヌの都市に使われているのはほんの一部だけさ。残りのほとんどは全て蓄積されてきた。今日の死刑執行のためにね。今日の審判も死刑もやはり君の計画の一部だったか。500年間フォンテーヌの民が何千年も何万年も使えるほどのエネルギーをユシキに貯め続けてきた。そんな膨大なエネルギーをもってして初めて天空の島が定めたルールを揺るがし、属性の七姿勢の構造を壊し、水神の鎌倉を破壊するための隙が生まれるんだ。ゆえにユシキが出した結論において死刑に処されるのはフリーナでもフォカロルスでもなく水神というわけか。水神の鎌倉を壊す。私の思い違いでなければまさか君は。もちろん君にはもともと属するはずだったものを返すつもりだけど、言い換えれば全ては水神の権能をこの星の水元素の竜に返すためなのさ。だが、なんだい、また悲しんでいるの？古竜の体験を取り戻せるっていうのに、テイワットの水の竜王がそんな顔していいのかい？500年前から今の今まで、それほどのことをしてきたのは全て自らを犠牲にする、それだけのためだったのか？そんな風に考えたことはないよ。それどころか今は天理を騙せたことにすっごく満足してるんだ。水流、水流、泣かないで。できることなら僕が天理を審判したい。だって天理はエゲリアとほとんど変わらない罪を犯したわけでしょ。エゲリアが奪ったのは原始大海の力、天理が奪ったのは君たち古竜の力だ。僕が正義の神だというのなら、僕は君の力を君に返す。
それこそ正義を貫く正義の名に恥じぬやり方さ。正義といえば僕はこんな風に考えている。正義とは人類の存在そのものを遡る過程だと。原始大海の力を奪ったのがフォンテーヌの原初の罪だというなら、あらゆる行為の正義は別として、フォンテーヌ人が人として生まれこの世に存在する資格こそがフォンテーヌの原初の正義だ。言い換えれば、存在がエゲリアの正義だ。でも僕にとっての正義は存続なのさ。予言を打ち破り、フォンテーヌの人々を生かすこと、今はそれこそが全てを超える正義であるべきなんだよ。だけど今まで僕も全てのフォンテーヌ人も気が遠くなるほど長くこの罪を背負ってきた。最高審判官ヌビレット、元素竜の全ての力を取り戻した後、君はどんな判決を僕たちに下すのかな。当時私をフォンテーヌ邸に招待し、最高審判官の地位につけたのも、今となって考えれば君のアイディアだったのだろう。この立場の本当の意味を理解した。今になってやっと。もとより私は人間になど興味がなかった。だがこの500年人間と過ごしたことで、種族を超えて理解し合い、彼らの気持ちを感じられるようになった。ずるいな、ホカロルス。今さら私が有罪判決など下せないことを君は知っているのだろう。おや、そろそろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければなんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。最高審判官ヌビレットはここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。
今何が起こったの？まさか死刑の執行が終わったの？この激しい光は何かの目くらましかい？なんだか今とんでもないことが起こったような気がするよ。みんな無事で海にも溶けてないんだから、きっといいことかも。そろそろ終わりにしよう。あのクジラを中罰する。え？でもあのクジラは倒せないって言ってたよな。すでにクジラに対処する力を得た。ある方法でなら私はこの星の原始大海の力をクジラの体内から剥離させられる。今こそ追撃の時。旅人、ユシキの機能が失われた今、正義を執行するために処刑人が必要だ。フォンテーヌの全ての災いの元凶、予言を具現化した凶獣、その名も鈍性のクジラ。さあ私についてきてくれ、処刑の時間だ。激化する機会を見つけられるならば話は別だ。君に古竜の力を与える。一緒に機械を探してほしい。あれの悲しみが敵意に変わっていくのを必死と感じる。騒ぐ。剣女盤石、諦め。鈍性のクジラは飲み込みたいという本能に抗うことができる。やつの敵を示すため機械は送ってる。私の力を使って内部から奴の根源を制圧してくれた。光明を垂れろ。難攻不落。
後片付け。感謝する。本来は私の仕事なのだがな。ただこもって修行していただけだというのに、よもや弟子と師匠のペットが戦い始めてしまうとは予想はしていたが、少し早かったな。全くの誤算だ。帰ったら罰として素振りを300万回やらねば。さっきの力、何者だ？多分今言ってた内容からして、タルタリアの師匠スカークなんじゃないか。こないだタルタリアは口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど。弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず鈍性のクジラに勝った。故にお前たちには私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。星の大会で鈍性のクジラのようなペットを飼うなど、どう考えても妙だしな。力の差が激しいし、触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて、弟子の時間を犠牲にして見張る必要さえあるときた。ただまあ、干渉性は確かに悪くない。何にせよペットとして合格だとはとても言えんな。スカークさん、多分だけど大事なところはそこじゃないと思うぞ。大事なところ？おう、大事なのはそのペットが危うく国を滅ぼしかけたってところだ。お前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って一体誰なんだ？知らなかったのか。すまない、彼を知っている前提で話をしてしまっていた。師匠はスルトロッチという。ん？聞いたことのない名前だ。うん、師匠の知名度が足りなかったか。ふむ。極悪鬼という称号を聞いたことはないか？極悪鬼、それも聞いたことがないのか。なら預言者ベズルフェルニルは？黄金レインドットならどうだ？レインドット、知ってるぞ。魔女会のメンバーでアルベドのお母さんだよな。ほう、その名は知っていたか。今挙げた称号と名は師匠から聞いたものでな。私も実際に知っているわけじゃない。だがこれでお前たちもより理解しやすくなったはずだ。私の師匠もレインドットと同じ類のものといえる。ある種の究極を求めるものだ。ちょっと待てよ、さっき預言者とか言ってなかったか？おいらの聞き間違いか？それより一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことがある。先ほど鈍性のクジラがお前たちと戦っていた時、全ての力を使い果たしたようでな。このように荒れ狂う水元素力はこの星の深海では消化が難しいのだ。理論上から言えばフォンテーヌの陸上はすでに大混乱に陥っているはずだ。つまりお前たちがずっと恐れていた予言はすでに上演真っ只中ということだ。なんだって？心配はいらない。フォカロルスはすでに天理を騙しているのだから。人々は皆海の中に溶け、フリーナは自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流され。
こっち。俺たち溶けてない。予言は嘘だ。デマだったんだ。港に泊まる新たな豊穣の知恵、スピナディロースラ災難後の再建について語る。先日記者はポアソン町を訪れ、スピナディロースラのナビア氏とポアソン町の現状と未来について話した。古い土にも新しい花は咲くでしょ。ナビア氏はそう語る。人々にとっての希望っていうのは、夜中に小腹が空いた時に見かけるクッキーと同じで、少しあればいいの。飛行船ウィンガレット号、フォンテーヌ科学院の災いか、はたまた幸運か。エドウィン氏にまつわる葬儀はあまたあったが、結果としてそれらの葬儀はフォンテーヌ科学院を覆うバリアとなった。一方ジュリエ氏は隠されし神秘の宝玉であった。人々は一番初めの研究者を狂人と呼ぶが、二人目のことはどう呼ぶのだろうか。たとえ二人目が奇跡を成し遂げたとしても、その者自身とチームをまとめて指す言葉を見つけるのは難しい。うわぁ、報道されてるのって本当にジュリエとナビアなのか。なんだか大物みたいに書かれてるぞ。どう？どれも結構目を引くでしょ。スチームバード新聞の考えは至ってシンプルよ。災いが過ぎて間もない今、無料の上にいい知らせがびっしり書かれた特集で人々の心を癒すの。これらのビッグニュースの価値は常に続きがあること。続報では背後のストーリーに深く踏み込むの。エドウィンの助手ジュリエは本物の飛行船を作った。スピナディロースラのナビアは人々を率いて故郷を再建しようとしてる。見識の広い君たちですら目を引かれるものばかりでしょ。オイラも気になるって一瞬思ったけど、よく考えたら
どれもきっかけはオイラたちの身の回りで起こったことだったんだよな。だったらこれ以上気になることなんてないぞ。だからこそ一緒に取材に来てほしいの。わかる？君たちは最高のニュース提供者なんだから。それに君たちがいればあの公爵にだって絶対に会えるわ。本当か？もうたくさん取材を断られてるんじゃなかったのかよ。今度こそ大丈夫よ。行きましょう。まずはポワ村長、それからメロピデ要塞に行くわ。現場に着いてからじゃないとわからないことだってあるのよ。どうしたの？うん、散歩がてらやってみたんだ。そろそろ手持ちの情報を更新しなきゃと思って君たちの様子を見に来たってわけ。あれ？ファデュイの方もいるのね。ああ、紹介するね。こちらはグルント・スネージビッチ。召使いの代理としてスピナディロースらの業務を支援するための物資をいろいろと持ってきてくれたの。地元のみんなも精一杯頑張ってくれてるし、おかげさまで今のところは順調な方かな。多くの人を失ったけど、それでも私たちは前に進み続けてる。それで十分だと思う。シャルロットさん、はじめまして。お名前は金金。昨年のフォンテーヌの野良猫に関する記事はとても興味深く拝読しましたよ。ただできれば大々的な報道はお控えいただけないでしょうか。これは別に善意によるものではなく、スピナディロースらと利益が一致しているから行っているに過ぎないのです。よくわかりました。ご懸念は理解できますので、できるだけ軽く触れるにとどめますね。あるいは優しい隣人という呼び方はいかがでしょう。悪くないですね。お心遣い感謝いたします。そっちはどうだった？現在の準備は済んだ。工事の人たちは1時間後に到着することになっている。あれ、クロリンデじゃないか。来る暇なんかあったのか？実は最近例のフリーナ様との決闘騒ぎで超有名になっちゃったから、コア村長まで逃げてきたの。なんてね。嘘嘘、お手伝いに来てくれたのよ。ボア村長を再建するためにやらねばならないことは山ほどある。スピナディロースらにはもっと決断できる人材が必要だし、お父上のカーレスさんとは少なからず関わりがあったから。しばしお時間を。せっかくですのでちょっとお伺いできませんか？決闘前の心境や神を前にした際の姿勢について。それはよしてくれ、シャルロット。もっといい取材テーマが見つけられるだろう。相変わらずですね。ここは一つナビアの顔に免じていかがでしょう。なんなら私の写真をたっぷり撮ってけば、彼女を説得する手間も省けるし、それか旅人の写真でもいいんじゃない？もちろん彼女だって逃がしやしないわよ。では写真撮影に参加してくださる方は近寄ってください。はい、チーズ。どうだ、いい感じに撮れたか？オイラちゃんと可愛いか？悪くないわよ。構図的に君はまるで魚たちの頭のそばにふわふわ浮かぶ雲みたいね。うん、ちょっと待ってて、もう何枚か撮らせてもらうわ。よし、こんなもんで十分かな。
また来られるし、今日はこの辺にしとこう。行動が素早いな。スピードこそニュースの命だもの。フレッシュさが肝心よ。それに人の懐に入ってコネクションを作るのも私の得意分野だから、そのうちクロリンデさんをインタビューにお招きできるかも。あんたって本当に打たれ強いね。頭が下がるよ。おそらくメロピデ要塞が彼女の取材を受け入れたのもそういった方法で説得されたからだろう。わあ、お耳が早いわね。私がシグウィンさんに尋ねた後、シグウィンさんからヌビレット様に伝わって、さらにヌビレット様がクロリンデさんに伝えた。そうでしょ。綺麗に情報が連鎖していますね。ヌビレット様はただ私に、メロピデ要塞はいつからメディアに対してそんなに友好的になったのかとお聞きになっただけだ。ヌビレット様の質問に対し、私は公爵が自ら出向くとは限らないから友好的になったとは言えない、そう申し上げたんだ。その通り。彼らにインタビューできる時間は1分たりとも無駄にできないわ。善は急げって言うし、私たちはお先に失礼させてもらうわね。じゃあ気をつけて。何か面白いニュースでもあったらまた帰ってきて聞かせてよね。お礼に美味しいアフタヌーンティーでもてなすから。おお、また来られたな。なんだか懐かしい感じがするぜ。あんたらにとってもここは忘れられない場所らしいな。公爵、入り口まで出てきてるなんて。ヒヒ、オイラたちを迎えに来てくれたのか。ああ、あんたら二人と看護師長が紹介してくれたシャルロットさんをお迎えに来たんだ。フォンテーヌの噂に聞くばかりのあの公爵様にやっとお目にかかれるなんて。メロピデ要塞を訪問してのインタビューを受け入れてくださって本当にありがとうございます。どういたしまして。ただしインタビューの主な対象は俺じゃない。交わした約束を覚えているかい。あ、それはもちろんです。さあこちらへ。写真撮影は終わりましたから、そんなに緊張しなくていいですよ。シャルロットさん、今の写真が本当にスチームバード新聞の一面に載るのですか。あるいはルールビーはジュリエと並んで新聞に載せられるのが嫌なのかも。そんなわけがないでしょう。ほう、そうやってきっぱり否定する様子から見ると今回のインタビューにはかなり期待してるのかい。違います、僕はただインタビューなんて初めてですから、わざわざ僕にインタビューしに来てくれたスチームバード新聞にありがたい気持ちで。そうは見えないかもしれませんが、私はエドウィンさんにも一度お会いしたことがあるんですよ。でもここだけの話、あなたとおしゃべりする方が私は好きです。あなたは彼よりもさらに素晴らしいテンポの才をお持ちでいらっしゃると思います。奇跡を運ぶ船舶、世の人を救う箱舟、あなたはまさに伝説に出てくる使者のように神話を再現なさったんですから。ですがその空飛ぶ船は今どこにあるんでしょうか。ヒヒ、シャルロットのやつまたスクープを狙ってるな。大変申し訳ないが、あの船は今工場の奥にあるんだ。撮影のご案内はちょっと難しそうだな。そうなのですか。ではその穴埋めといってはなんですが、あなたにインタビューしても。答えはあんたもよくご存知だろう。俺なんかより看護師長をインタビューするか、あるいはこちらの天才研究員コンビの写真をもっと撮った方がいい。どうしてコンビの写真って強調なさるんですか。ではでは、
一人ずつ2回取らせていただくということで。僕の髪がおかしくないかちょっと見てくれないか。メロピデ要塞にもこんなに賑やかな日があるなんてな。って待てよ、よく考えてみたら前にも賑やかな時があったよな。あらら、みんな揃ってね。うちが作った新しい飲み物を飲んでみない？あ、看護師長。あの、シャルロットさん、どうぞメロピデ要塞の看護師長の素敵な写真も撮って差し上げてください。もちろん。シグミさん、私についてきていただけますか？人が少なくて明るい場所がいいので。ん？あ、わかった。写真を撮るときは笑った方がいいの？それでここ最近メロピデ要塞はどうだったんだよ。見ての通り相変わらずさ。フォンテーヌで起きた変動はここにまでは大した影響は与えなかった。あの空飛ぶ船以外はですけどね。あれは目立ちすぎるのでみんなが気になってるみたいで。インタビューを受け入れたのもそのためさ。舞台裏の英雄にこそ世論のスポットライトは当てられるべきだ。そう思わないかい、ジュリエ、ルールビー。身に余るお言葉です。公爵も適度に表に出られた方がいいと思いますが、あなたはそれを嫌がりますから。スポットライトはやっぱりあんたらとこの二人の功労者に譲るよ。なるほど、あの日それだけのことが起きていたのか。あの執行官についてだが、あんたらも覚えてるだろう。彼の三人の子分が未だに奴の帰りを待っている。本当に一途だな。彼らにはいい知らせと悪い知らせがあると伝えよう。いい知らせは、彼らの兄貴がさほど多くの危険には遭遇していなかったこと。そして悪い知らせは、脱獄の手助けをしたってことなら刑期が伸びるってことだな。それでお前の方はどうだ、変わりはないのか？変わりようがないだろう。メロピデ要塞はこれからも同じように稼働し続けるだろうし、ここにいる俺の責任も変わりはしないさ。フリーナ様が去ったことが何を意味するのか、果たしてフォンテーヌの制度はこれから変わるのか、そういった問題は水の上の人たちに悩んでもらおう。皆さん、こちらの撮影は終わりました。よし、じゃあ今日のインタビューはこれでお開きにしよう。ご協力どうもありがとうございました。旅人、帰りましょう。またお邪魔させてもらいますね。また？ええ、もしかしたら水中工場の記事を書くことになるかもしれませんので、その時はまたよろしくお願いします。よし、最後の目的地は不当よ。行くわよ。ナビアが教えてくれたの。リネさんたちとは手を組んだ時以来連絡を取り続けてるらしいわ。ねえ、
最近あの子たちは不当のあたりで不思議なポケットを配ってるって。旅人パイモン、それにシャルロットさん、マジックポケットはいかが？それって何かすごいものなの？物を運ぶときに使える便利なポケット。海水の水位は戻ったけど、まだ至るところの水たまりに物が浮かんでる。このポケットを使えば運ぶことができるし、お友達に運んでもらうこともできるから。友達に運んでもらうって一体？フレミネみたいな友達がいれば力を貸してもらえる。そうでしょ、フレミネ。友達を作るのを手伝ってくれるってこういうことだったのか。なかなかいいアイディアね。もしよかったら連絡先を教えてもらえる？あ、わかった。僕の住所を教える。リネット、フレミネに人と交流してもらうために頑張ってるんだな。フレミネの方からもっと友達を作って人と交流したいって言い出したのよ。それにマジックショーのアシスタントもやってみたいって。ああ、まずはショーのアシスタントとしてペールスにも出てもらって、その後フレミネにも加わってもらおうと思ってるんだ。今後水中脱出は大方フレミネに任せられそうかな。潜水士の水中脱出を見たいと思う人はいるかしら。ま、きっとうまくいくさ。何事もまずは初めの一歩から。そのうちフレミネも僕たちのマジックショーの一員になるだろう。リネット、ちょっといい？シャルロットさんが僕たちの写真を撮ってくれるって。今行く。シャルロットさんは本当によく気がつく人だね。僕が話したいことがあるのを読んで場を用意してくれるなんてそれで旅人、最近どうだい？お父様から聞いたけど、ここ最近君たちには大いに世話になったそうだね。君たちがフォンテーヌのために力を貸してくれたことに感謝してたよ。大したことじゃないぜ。フォンテーヌにはオイラたちの知り合いもいっぱいいるしな。そういえば召使いは今どうしてるんだ？ああ、まだ知らなかったんだね。実はそう、フリーナ様が去った後、お父様とヌビレット様との間で話し合いが行われてね。結局フォンテーヌの神の心は外交的贈与としてお父様に授けられたんだ。外交的贈与？神の心を召使いにあげたってことか？ああ、僕も最初はすごく驚いたけど、よく考えてみたら叱るべき理由がいろいろあるってことに気づいたのさ。例えば例の皇子様の一件で誤った判決を下したことへのお詫び、それから皇子様が原始大会の中で鈍性のクジラを阻止してくれたことへのお礼。それだけじゃなくて、以前からお父様はフォンテーヌの機関やポア村長のことをいろいろと手伝ってたからね。それにしたっていくらなんでも、だって神の心なんだぞ。なんだか軽く扱いすぎじゃないか？それもそうかもね。ただヌビレット様はこの件に対して明らかな態度の変化があったって噂だよ。え？じゃああいつしか知らない理由でもあるのか？さあ、それはご本人に聞いてみるしかなさそうだね。あ、前にメロピデ要塞の入り口付近で散歩中のヌビレット様を見かけたよ。あいつってすごく忙しいんじゃないのか？そんな暇があるなんて意外だな。でも神の心は召使いにやったんだろ？じゃあタルタリアはどうなるんだ？聞いた話だけど、皇子様はすでにスネージナヤに戻って療養してるそうだ。前回の災いが起こった時、彼は生死の境をさまよってたからね。そうそう、
の間じゃいざこざがたくさんあったけど、まさか今回はファデュイと味方になるなんてな。立場が変わっただけのこと、それほど驚くことがあるかな。うわぁ、誰だ。お父様。子供たちの様子を見に不当に来たんだが、旅人にも会えるとは。フォンテーヌでの私の成果についてはあまり気にしないでくれたまえ。それは必然の結果とも言えるのだから。その、お前は神の心をスネージナヤに持ち帰るのか。これはもとより我々執行官の責務だ。立場にこだわる必要などない。ファデュイが目指すゴールはある場所や個人ではなく、この世そのもの。これほど壮大なゴールを掲げる我々としては、複数の顔を持たないことの方が難しいだろう。そしてまさにこの私も様々な顔を見せ続けてきた。それは未来の多種多様な可能性によって決まる。私は誰かに長いスパンでの約束を言い渡されたとしても信頼しないし、自らもそんな約束はしない。一時にとどまるのみの真摯さは本当の真摯さとは言えないからね。また次に手を取り合える日を楽しみにしていよう。善行は一人では成し遂げられないからね。それに君たちは実に優秀な協力者だった。神の目？了解した。講師のため大切に預かってくれていたんだね。ありがとう。こっちはおい、うん、まさか。こんにちは、記者のお嬢さん。こんにちは。私の記憶が間違ってなければ、あなたのお写真を撮らせていただくためには確か外務省に届ける必要がありますよね。おっしゃる通り、残念ながら君の取材には応じることができない。代わりと言ってはなんだが、この子たちの魔術師としての、そして未来の神聖魔術師としての一面をたっぷり書いていただければ嬉しい限りだ。はい、お任せください。実に気持ちいい海風だ。天気がいいうちに散歩の続きでもするとしよう。では失礼する。お父様、それではまた。あの方すごい威圧感だったね。シャッターを押す勇気すら出なかった。まあ幸い取材はほぼ終わったし、これだけの材料があれば記事を書くには十分かな。本当にありがとね。そう固くならないで。そうだ、お別れの前にマジックポケットをもらってくれるかな。旅人とパイモンも一つずつどうぞ。物を運ぶためのポケットだっけか。そうだよ、確か君たちに初めて会った時も僕たちはマジックポケットを配ってたね。そして今偶然にも同じことをやってる。いろんなことが起きたけど、ポケットはあの時と全く変わっていない。これこそが人生ってやつなのかな。人生の道で遭遇する全ての出会いは縁に導かれた結果なんだね。よし、また他のエリアでもポケットを配らないとだから、お先に失礼するね。旅人、パイモン、いい一日を。シャルロットも見送り終わったし、ルミレットの様子を見に行こうぜ。あいつオイラたちと話をする暇がないくらい忙しかったりしないといいんだけど。
ち。おお、本当にいたぞ。やっぱり。ああ、君たちはリネ君に会ってきたのか。そういえば前に彼がここを通りかかって挨拶してくれた。ちょうどよかった。君たちに説明が間に合わなかった部分についてきちんと答えると約束していただろう。いいタイミングを探っていたところだ。覚えてくれてたのか。事後処理で忙しいはずなのにオイラたちにまで気を回してくれてたなんて。じゃあ早速だけど、フォンテーヌが一体どうやって救われたのか教えてくれよ。オイラにとっちゃ未だに謎だらけだぞ。うん、多くの物事は語ろうとするとかえって戸惑いを感じてしまうものだな。私にとって古竜の体験とは、水元素を掌握する絶対的な力のことを意味している。フォンテーヌの人類は最初、エゲリアが大海の力を利用して作った不完全な人類であり、つまりは擬態にも似たような形態だった。しかしフォンテーヌ人の体内に大海のエネルギーが存在する限り、私は古竜の権能を駆使し、この星で最初の命が育まれた時の過程を真似て、彼らに真の血液を与えることができる。つまり私が判決を下したその瞬間、フォンテーヌ人は真の人類となり、二度と原始大海の水に溶けることはなくなったのだ。フォカロルスはそこまで計算してたのかよ。それこそが予言が実現したと見せかけると同時に、全ての人を救える鍵だったんだろうな。だな。ある意味フォカロルスはこの方法で純粋精霊を人類に変えてあげたいっていう初代水神の願いも叶えてやったってことか。その表情から察するに、どうやら他にも聞きたいことがあるようだ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。タルタリア殿の一件について多方面から調べていたのだが、その結果ある事実に行き当たった。彼は幼い頃未知なる深淵に落ちたことがあり、その際偶然にも鈍性のクジラを呼び覚ましてしまったのだ。しかしだからといってタルタリア殿を災難の根源だと断定するのは理にかなっていないし、情に欠けた判断だ。せいぜい責任の一端はあるという程度だろう。あの審判で指揮が下した判決についてだが、一部の責任に基づく判決だったのか、あるいは彼が論性のクジラと牽制し合えると予測したホカロルスは、彼にフォンテーヌの身代わりとなって時間を稼いでもらう算段だったのか知る由もない。なんだかんだ言ってフォカロルスはフォンテーヌ人のことを思ってたんだな。最終的にフォンテーヌ人が本当の人類になれたのもあいつのおかげだし。あ、ふと思ったんだけど、フォンテーヌ人が本当の人類になる前って、あいつらから生まれた子供も純粋精霊が変わったやつだったのか。命はもとより水のように絶えず循環するもの。フ
フォンテーヌ人がよくここルキナの泉を訪れ子宝祈願をすることは覚えているか。覚えてるぜ。ここはフォンテーヌの全ての水が交わる場所だってリネットが言ってたぞ。その子宝祈願が実は単なる風習ではなくある種の儀式であったことは当の夫婦たちも知らなかった。祝福を受けた泉の中の純粋精霊たちが数ヶ月後本当に新たなフォンテーヌ人として生まれてくることをね。だいたい分かった気がするぞ。今となってはもういらなくなったけど、あれは風習として受け継がれてきた儀式だったってことだな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。そういえばリオセスリからフリーナがどっか行っちゃったって聞いたけど、どういうことなんだ？フリーナについては民衆に知られているのは彼女の処刑が実際には執行されなかったことのみ。水神の位を降りた彼女はその肩書きに関わる事務的な仕事を私に引き継ぎ歌劇場を離れた。私はホカロルスの最後の言葉を忠実かつ完全に彼女に伝えた。それを聞いたフリーナは悲しい表情もほっとした表情も見せなかった。彼女はただ疲れたから休むとだけ口にした。そして荷物をまとめ引っ越しをする一般人のように歌劇場を去ったのだ。フリーナ、それであいつが住める場所はあるのか？そこは安心していい。彼女の衣食住についてはこちらでしっかり手配する予定だ。正直なところ私は心の片隅では彼女のために喜んでいる。彼女の中に積み重なってきた精神的な傷が癒えるまでには時間がかかるだろうがね。だが彼女はもう水神ホカロルスを演じる必要がなくなった。これからは全ての荷を下ろし普通の暮らしをしていけるだろう。お前は水流の全ての力を手に入れたわけだろ。これからどうするつもりなんだよ。ホカロルスの逝去とともに輸出最低カーディナルも止まった。これは審判に直接的な影響を与えることだ。慎重に考えた結果審判におけるその役割は私が代わりに担うことにした。これからは私自ら審判を下す。やっぱりお前は完全に最高審判官の立場から物事を考えてるんだな。元素流として私にはまだ成し遂げられていないことが数多くある。しかしこの力そしてこの責任はある意味では与えられたものだ。だから他の責任を果たす以前に私はまず最高審判官として引き続きフォンテーヌに貢献していかなければならない。それらの責任は今後私の生活の中で共存していくだろう。それから水神が去ったことによって生じるもう一つの問題は歌劇場から立証混合エネルギーが発生しなくなってしまったことだ。確かそのエネルギーって水神に対する人々の信仰心から作られるんだったよな。でも町にある機械はみんなちゃんと動いてるぞ。一体どこからエネルギーをもらってるんだ？今の私はプネウムシアを完全にコントロールできるようになった。このエネルギーは代替エネルギーとして何ら遜色がない。これは私がしばらくフォンテーヌを離れられない理由でもある。おお、古竜の力ってめちゃくちゃ便利だな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、そうだ、神の心を外交的な贈与として召使いにやったって聞いたぞ。あの二人の執行官は今回の災難で確かに大いに貢献してくれた。彼ら自身がそうしたかったからという個人的な部分は置いておくとして、パデュイがフォンテーヌにいる目的は
表向きにはただ一つ、神の心のためだ。油脂祭帝カーディナルが止まり、水神のカムクラさえなくなった今、私も神の心の力を必要としなくなった。フォンテーヌにとって神の心は完全に意味を失ったものだ。もしファデュイの目的がそう単純なものでないなら、これを機に彼らの要求に応えてしまえば、諸々の無駄な手間が省けるだろう。なんだか複雑な考え方だな。オイラはてっきり単に召使いへのお礼とタルタリアへの謝罪ってことであげたんだと思ってたぜ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。君たちはもうじきナタへ行くのか。ガイドの才能は全くないが、私の知っている範囲のことならば知恵を授けよう。私の知る限り、ナタは竜の国だ。竜の国？お前みたいな竜のことか？いや、私がナタで歓迎されるようなことはないと思うがね。私のような古竜とは違って、おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て、今やその大勢が人類と共存している。そこは戦争の国でもあり、大地には終わりなき戦火が延々と広がっている。それからもう一つ、君たちにとって役に立ちそうな情報がある。召使いとの談判で思いもよらず知ったことだが、隊長という名のファトゥスがすでにその終わりなき戦争に加わっているとのことだ。隊長、なんだか手ごわそうな響きだぜ。本当にどこに行ってもあいつらファトゥスの活躍が見られるんだな。万全の準備をした上でナタに行くことをお勧めする。それまでは心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、ちょっと待ってくれ。神の心についてもう一つ聞きたいことがあるんだ。この前リネはお前が神の心を渡すことについて明らかな態度の変化があったって言ってたんだけど、お前しか知らない理由でもあるんじゃないかってオイラたちは推測してたんだぞ。ふむ、ハウス・オブ・ハースがファディの情報機関を務めているのもうなずける。実に鋭い観察だ。その質問についてはちょうど君たちに共有しておきたいことがある。え、まだあるのか。あの日君たちを原始大会から陸地へ送り返した後、私はスカークと名乗るあの人物とこのような会話をした。じゃあオイラたちは先に上がってるから、お前も早く上がってこいよ、ヌビレット。うわ、さてよし、同性のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分もやっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。この星の最初の古竜の剣能、そこに神の呪いにも似たものが加わっている。とても新鮮だ。ふむ、一体何だったか記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ、答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？そんなもの聞いたこともないが。ふむ、お前たちのよく使う言葉で言うなら、確か神の心と言ったか。確かに、ホカロルスの神格が消え去った後、神の心は私に預けられた。しかし君が今言ったことについては間違いなく初耳だ。私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。
触れる情報はほとんどが極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。もとより人類の上位にある存在だから、彼の常識も当然人とは異なる。そのせいか、私たちと人類との交流にはいつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは本来であれば祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば、本人とこの世の間にあった無数の関わりはやがて呪いとなり果てる。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな。君の言う第三降臨者とは一体誰のことだ？またそれはいつ死んだのだ？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら、今度師匠に聞いてこよう。今度また会えるのか？うむ。ああ、そういえば私には弟子が一人いてな。何かあればあいつに伝えさせよう。ここまでが私が彼女から聞いた話だ。役に立つかどうかは分からぬが、まずは君たちに伝えておきたいと思ったのだ。第三降臨者の遺骨？神の心がそうなのか？シェスの駒みたいな形ってイメージだったけど、あれは遺骨だったってことか？彼女の話が誤解や変わった比喩でもない限りは。で、不吉で手放した方がいいってあいつに言われたから、お前はファデュイにやったのかよ？もしスカーク殿の話が本当ならば、それがフォンテーヌにある限り危険の種となりうるだろう。降臨者という概念を認識しているだろうとは思っていたが、君自身が降臨者であるとは予想だにしなかった。となると元素に対する極めて高い適応力を持ち、ひいては元素力を増幅することさえできる神の心の力は第三降臨者に由来するわけか。君も似たような性質を持っているのか？そうだな。神の目を持ってないのに元素力を操れる能力とかか？これも特別な適応力って言えるかな？いやいや、とりあえずは余計なことを考えないでおこうぜ。だってなんだかすごく変な感じだぞ。死んだ第三降臨者と旅人を比べるだなんて。そりゃそうだけど、やっぱりすごく不吉だぞ。タルタリアが回復してきたらあいつを問い詰めようぜ。一体どういうことなのか、あいつから師匠にちゃんと聞いてもらわないとな。同感だ。情報が揃っていない状況で根拠のない推測をするのはあまり賢明なやり方ではない。法廷と同じでね。これで予言にあったフォンテーヌの危機もやっと一段落ってとこだな。そうだな。ホカロルスの努力も全てはこの時のためだった。だけど神として自分を犠牲にして、人間としては500年も辛い思いをしながら生きてきて、それって本当にあいつが望んだことだったのかな？神の願いというのはそもそも不思議な謎なのかもしれない。私には無理だ。ただ時々こんな想像をしてみることがある。もし願いが空の雲だとすれば、それはいつの日か雨となって
大地に降り注ぐのだろう。命は水のように絶えず循環し、雨は最終的な答えを与える。水は傾くことがあるが、雨はどこまでも平等に降るのだ。君や私、あの人が浴びる雨に果たして何の違いがあろうか。